シアハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜です。はい、現在12月2日金曜日の午前1時52分になろうとしてますね。さて、とある科学のレールガンね、見終わりました。よかったです。はい、ここからは秋葉メジャー戦争9話ですね。ちょっと8話の振り返り感想、自分の感想を見ながら笑ってました。はい、じゃあここから9話ですね。アベマ TV で見ていこうと思います。はい、なおアニメ本編は再生されません、ご注意ください。いきます、3、2、1、スタート。重い。今回はその喧嘩祭り。この万年蘭子が美坂美琴と同じ声って考えるとおもろいな。佐藤里奈さんね、レール感からのあざったらすごいわ。このギャップが、そうか、前に生配信で40代でまだ活躍してる女性声優を挙げるっていうのをやってたんですけど、佐藤里奈さん言ってなかったな。8話がおもろすぎたね。先週の野球界、秋葉生態系競争、明治の萌え登り、何やそれ。え、ほなそれをトントコトンがまた何かやってくれるのかな。なんちゅうことしようね。いや、メイドが歩きタバコ押すな。豚足ってんのかい。
まあ、そこは長いものに巻かれるよね、二人。嫌な予感しかせん、あの2話のカジノの時みたいに。びっしりや。ね、カラコブタテ。手引きが、あれ、日笠陽子さん、日笠陽子さんやね、これ多分。萌え萌え顔。これ手引き絶対これ間に挟まってほかされちゃうな。いてもいなくても変わりません。なんで釣り堀おるのね。パチンコみたいな、なんかアナウンスやね。なんで数えてんねん。諏訪部純一さん、誰やこれ。え、出てきちゃっけな、これまで。
どんぐり、なんで、あ、豚の好物。あ、これネルナちゃんのわしの3人やったっけか。え、マップに載ってないの。とって書いてある。あんな、なるほどね。この辺って手引きに外れてんじゃない？関係ないかな。うわ、やっぱりこの3人。これはひどいな。なんつったんやろ、夢ちょうどないな。あ、コルクやったんか。シーポンも、くわ、無駄、クソ悪いこいつら。なこいな。ってことは勝つんじゃないこのなげ、おお、え、なげ、お声祭りだっけ。
何、牛と猫とクマベアベックルス、あ、おもえ様か、おこえ様で、おこえだ、おこうるいさんやね。なんでこんな全員柄悪いに。まだネルラのシャツ着てんな。おお、まあ結果ライオンが勝てば問題ないってことなんかな。あ、夢二来た。あ、三人来たか。あ、お店長まだおんのかい。ほんでまだ一匹目なんこれ。なんでや。なんでナゴミ出てきた。あ、じゃあ名前、え、な、何今の。名前見えただけか。もう何個一瞬落ちた。おう、マウントでビンタしてる。
大丈夫なんかこれ。あとでここで変なことできへんわな、ナギも。なんか。おお。ええ。嘘。取り立て屋が犠牲に、いや、また。なんで取り立て屋が犠牲になった、これ。意味がわからん。いや、毎数ぶっ飛んでるわ、このアニメ。あ、ひかさよこさんと、あ、やっぱ富田美優さんがあれ。ほう。ちょっと後でキャスト目指します。下地篠さんとかもいたぞ。やっぱ富田美優さんの声は特徴的ですな。いやー、取り立て屋が殺されたね。今週死者出えへん思ったのに。あれ？Cパートないわな。よし。皆川純子さんってナギか。レールガンで見たな。で、ライオンのエースメニューが氷笠陽子さん、牛が富田美優さん、猫が、あ、松田さつみさんね。ほうほうほう。あの去年の秋、あの夏アニメのあれ、過激ショーで知りました。で、熊が下地野さん、で、狐が関根明さん、ときめやね、フードダンデ。伊藤静香さんもいたんか、西賀美月さんもいたんかい。渡辺明乃さん、これ明乃さんっていうのかな、いたね。諏訪部純一さんいたな。いやー、あ、水島空さんだっけ、大中と書いて大中だっけ、司会者そうやったんや。あ、釘宮さんいたの。ど、あ、思い様釘宮さん、すごいところにすごい人を使うな。いや、このアニメそこもすごいわ、とにかく。いや、まあとりあえずね、その「おもえさまフェス」ですか、「おもえさまのぼり」のフェス、ちょっとまあ見てて非常に気分悪かったけど、
そのケダモノグループの生態系、まあ、ちょっとあのなんかこう静寂のこうピラミッドの図の絵だけ可愛いからちょっと笑けてまうね、これ似合わへんねこのアニメに可愛い絵が。でまあまあね、ちょっとトイレ扱いされてるとかね、マップの中で、まあ、ひどいね底辺というのは。そのナギはなぜそこまでしてそのとんとことも底辺にしたいのかっていうのがちょっと いまいちわからへんわ。やっぱりランコと姉妹関係を昔組んでたからっていうのが関係あるんか。確か前回あの時10歳持ってれば道夫様はみたいなことを話ししとった、道夫様とか道子様か忘れたけど、してたはずやけど、まあ、その恨みとかがあんのかな。ランコお前があの時やちゃんとしとったら死なへんで済んだやと、店長かな誰か、なんか事情茶館やったっけか、それがあるからランコのいるとんとことんをひたすら底辺にしたいっていうことなんかな。いやでもそうか、昨年度も底辺やったっつってたもんね。分からん、凪の狙いって言ったら何なんかね。まあそして今週こそ死者出えへんかと思ったら最後の最後で取り立て屋が殺されたね。果たしてどうなのかなこれは。でそのまあ一応形上はね1年間は優遇されなあかんはずじゃないけど、どうなんのこれ。その取り立て屋が殺された意味がわからん。あれか、なんでトントコトンにちゃんと指導せえへんかったんやっていう意味合いなんかなこれは。分からねえ。ってことは次の死亡コメントは内山幸喜さんですか。はい、まあということで秋葉弁当戦争の9話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。僕はですね、世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、そして、大道芸人であり、子供向けのパフォーマーやっております。で普段保育園、幼稚園、小学校、子供会などで主にですね、やればできる諦めない、これを伝えたくて、パフォーマンスしてるんですけども、現在コロナの影響で2年9ヶ月ほど仕事がほんまにありません。貯金でなんとかやってます。はい、複数の声優さんも声を上げてますね。インボイス制度、まあ来年からね、これにより低所得者は大ダメージを受けるだろうと、収入に。自分ももちろんそのうちの一人ということで、まあもう将来不安しかないんですけども、そんな中でアニメのリアクションねスタートして一応頑張ってます。981日ですね今日で、昨年推定2000本以上消えてます。それを乗り越えてやってきてますけども、13年以上続けてきたパフォーマーとしてのねこのチャンネルでスタートしてしまったんで、現在9月14日にですね、新たに本職のチャンネル立ち上げて、こちらはサブチャンネル扱いとしてやってます。で本職のチャンネル毎日ね19時に1本だけ動画投稿してますんで、何卒こちらの応援もよろしくお願いします。説明文に URL があります。はい、で過去のアニメのリアクション動画再生リストに作品別まとめてます。こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオミにハマした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。